どうも、小平です。私は今中部国際空港にいます。これから3連休を使って2泊3日で台湾に旅行に出かけます。今回はその台湾までのフライトで利用するエバー航空の搭乗レビューをやっていきます。エバー航空は台湾の航空会社で、イギリススカイトラック社の評価では最高評価の5スターを2016年から4年連続で受賞しています。ワールドベストエアラインランキングではなんと世界の6位につけていて、国際的な評価も高い航空会社です。そんなエバー航空名古屋台北便は2019年6月6日からボーイング 787-9 という新しい機材を使っています。今回はオーロアビジネスクラスの利用ということで、このエバー航空の787の座席設備は相当立派なようで、とても楽しみです。今回はこのようなフライト日程になっており、エバー航空は ANA と同じスターアライアンスメンバーの一員のため、 ANA のマイルを使うことができます。それではチェックインカウンターの方に向かっていきましょう。お昼の2時出発で、今はまだ10時半ぐらいで、チェックインカウンターが12時にしか開かないということで、制限エリア内のラウンジでまったりしたかったんですが、ちょっと残念ですね。まあせっかくなんでセントレアの中をちょっとうろうろしましょうか。飛行機ファンだったらワクワクするような、そんなオフィシャルグッズショップがセントレアにはあります。お、飛行機の模型がたくさんありますね。あ、これから乗るエバー航空の模型もあります。隣には中華航空、タイ国際航空、 KLM オランダ航空もありますね。こっちの方には珍しいニュージーランド航空もありますね。セントレアには就航してないですけどね。いや、関空の展望ホールのグッズショップほどではないですけど、結構たくさんの飛行機関連のものが置いてあって、ここもワクワクしますね。今お昼の11時頃のセントレアの様子を映っているんですが、こちら今あるのはユナイテッド航空グアム行きですかね。で、こちらがスターアライアンスの特別塗装機が2機ありますが、手前側にアシアナ航空インチョンに行くんでしょうね。上空がなんとルフトハンザの特別塗装がありますね。これヨーロッパのフランクフルトからわざわざこんな特別な、ね、飛行機を飛ばしてくれてるんですね。で、奥の方には、あ、今からタイ国際航空がこれバンコクに向けて飛び立つところですね。大きいな、タイ国際航空は。で、こちらちっちゃなエアアジアがありますね。これはどこに行くんだろうか。あ、そして今これは中華航空が台湾から到着したんでしょうね。そして手前には、あ、日本航空があります。いや、まあ、お昼はね、セントレアは羽田とか成田に比べると小さな空港ですが、ね、結構忙しそうですね。逆の方は国内線のエリアとなっておりまして、エアドゥ、ジャル、ANA、ソラシドエアとたくさんの航空会社が乗り入れてますね。最初は12時オープンと書いていましたが、実際のところは11時半頃にチェックインカウンターオープンしました。あ、もう右手のエコノミークラスのところは何人かの人が並んでいますね。今回はビジネスクラスの利用ということで、こちらのエコノミークラスのレーンではなく、こっちの上級会員、そして上級クラスの利用者のレーンを使います。エバー航空はファーストクラスを導入しておらず、ビジネスクラスに以下の3つのランクがあります。この中でも今回乗るロイヤルローレルクラスは最も最上級のクラスとなります。ありがとうございます。この席でございますが、7の K アルバードを用意しておりますので、お使いございませんか。はい、それありますが、ラウンジのご利用は以前にございますか。はい、かしこまりました。スターアライアンスラウンジさようでございます。お、はい、使いいただけます。台北までおかばん1件受けたまっております。7時半ゲートに1時半までにお越しくださいませ、はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、制限エリア内に入ってきました。出発までまだあと1時間半ぐらいはあるので、これからラウンジに行ってゆっくりしたいと思います。エバー航空はスターアライアンスメンバーということで、こちらのスターアライアンスラウンジを利用します。お願いします。これからビジネスクラスで機内食をいただくので、こちらのカレー、卵スープ、トマトジュースぐらいで抑えております。はい、ラウンジでゆっくりして、これから搭乗ゲートの方に向かっていきます。
14時発台北行き BR127 は12番ゲートですね。12番ゲート一番奥の方ですね。こちら BR127 14時発台北行き、まだ搭乗時刻の情報は出てないですね。隣は LCC のタイガーエアの情報です。おお、ここから見えるあれがボーイング787の機体ですね。エンジンの後ろの部分がギザギザになっているのが特徴です。エバー航空からご案内いたします。さあ、ウィダートです。エバー航空127便台北行きは、使用する飛行機の出発準備に時間を要しておりますので、機内のご案内時刻を13時40分に変更しております。 Good afternoon, ladies and gentlemen. EVA AIR BR127 Bus for Taipei is ready for boarding.エバー航空127便にて台北ご出発のお客様にご案内いたします。ただいまからビジネスクラス A キリリズマイレージナンスダイヤモンドゴールドスターライアンスホワイトタイムのお客様、T 社のご家族のお客様、国内の主要のお客様の優先登場をご案内いたします。このエバー航空なんですけど、先月の6月中旬頃からストライキが2週間ほど続いてたんですよね。この名古屋台北便が欠航にならないか心配してたんですけど、この便はずっと運航され続けておりまして、まあ、今7月中旬ということでストライキも終わって、まあその後の搭乗となります。映像で見えますかね、787と機体に刻まれていて、これがかっこいいですよね。いやでも久しぶりのビジネスクラスなんでちょっとテンション今上がってます。 Thank you. Hello. うわすごい、なんて贅沢な空間。座席配列は121ですね。最近の主流のスタッガードタイプです。今回僕が座る座席は後ろから2番目のこちらの7の K です。客室内はダークな色合いで統一されてまして、とても落ち着いた雰囲気ですね。スタッガードタイプでジグザグに座席が配置されていますが、今回座るこの7の K は、奥の方に座席があって窓が近い形となってます。こっちの方が窓からの景色を楽しめるのもそうですし、通路側にサイドテーブルがあって個室感があっていいと思いますね。座席上には枕とブランケットが置いてあります。この大きなモニターの説明は後でしますが、足元はフルフラットになるのでとても広いです。そして足置き場のようなところがあって、これが素晴らしいですね。このフットレストがあるタイプのシートというのは他の航空会社にもなかなかないと思うんですよね。これは本当に気に入りました。スパークリングをいただきましたが、こちらイギリスの旅行雑誌ビジネストラベラーでは2018年まで6年連続でベストビジネススパークリングを受賞していたようです。しっかりと細長いグラスで提供してもらいました。これは美味しかったです。はい、それでは機内サービスのメニューをちょっと見ていきましょうか。こちらはまず和食ですね。先付け前菜、メインディッシュに若鶏味噌風味焼き、そしてご飯はしめじと湯葉の炊き込みご飯と書いてます。洋食は前菜にサーモンとスモークダック、そしてメインにローストポークと書いてますね。そして中華料理は台湾のあの有名店ディンタイフォンの機内食が出てきます。メインは牛すね肉の煮込みスープ麺と、まあ、小籠包では今回はないんですね。あ、ここにはミシュラン一つ星の評価を得たこともあるとディンタイフォンを称えています。もう今はアジアの大都市に行ったらどこに行ったってディンタイフォン目にしますよね。ドリンクメニューは別のメニュー表がまたありました。こちらまずシャンパンと、あ、白ワインはニュージーランド産ソーベニオンブランですね。そしてドイツの白ワイン、こっち側には赤ワインですね。フランス産とアルゼンチン産とあります。ここには度数の強い酒精強化ワイン、そしてカクテルも結構たくさんの種類がありますね。あ、このエバー航空限定エバーグリーンスペシャルっていうのはちょっと気になります。日本文化の梅酒や日本酒もあります。ビールも種類があって結構お酒のメニュー豊富ですね。こちらがソフトドリンク類ですね。ミネラルウォーターをはじめとしてジュースもフルーツや野菜のジュースがたくさんありますし、選択肢は豊富ですね。中華系の航空会社ということで中国茶やハーブティーとかもまあ気になります。いや、短いフライトの割には豪勢ですね。航空との共同航空BR127便台湾桃園国際空港行きをご利用いただきまして誠にありがとうございます。まもなくこの飛行機の二乗用設備および緊急出口の位置をご案内いたします。
皆様の安全のためしばらくの間前方のスクリーンにご注目ください。现在我们将为您介绍本飞机各项安全设备及使用方法，谢谢。まもなくこの飛行機の非常用設備および緊急電池の位置をご案内いたします。また通信用の電波を発する電子機器は飛行機のドアが閉まった後着陸後滑走路から離れるまでは Wi-Fi を使用しない状態のフライトモードにお切り替えください。ノート型パソコンや1キロ以上の電子機器は座席上の物入れまたは前の席の下にお入れください。離陸着陸の際は座席の背もたれとテーブルを元の位置にお戻しください。酸素マスクは飛行中減圧が生じ酸素が必要になった場合にお客様の座席上のパネルより自動的に出てまいります。シートベルト線にご注意ください。ありがとうございます。ビジネスクラスはこんな感じでエバー航空と書いたスリッパもついてます。素材は結構ふわふわでいい感じですね。ここにもエバーエアーというふうに書いていて、これは持ち帰りできるのでまた他のフライトでも使わせてもらいます。はい、今 CA さんに言われたんですが、この斜めにつけるタイプと腰につけるタイプと2つシートベルトを締めなければいけません。飛行機ではちょっと珍しいですよね。はい、それでは間もなく離陸します。これから3時間半程度ビジネスクラスのフライトを楽しんでいきます。ちょっと名古屋は天気がいまいちですが、台湾の方は天気はいいみたいなので安心しました。それでは座席設備の方を細かく見ていきましょう。ヘッドレストは上質な革張りになってますね。座席は羊毛のシートカバーが使われていて、とても座り心地がいいですね。このエバー航空787のビジネスクラスなんですけど、 BMW デザインワークスというクリエイティブカンパニーと共同で開発した座席みたいです。通りで内装がとてもモダンでおしゃれなわけです。サイドテーブルのところもちょっと見てみましょう。ここはシートを本当に細かく調節できるボタンがたくさんついてます。 Do not disturb のボタンもありますね。そして隣にはこちら USB ポートと電源プラグもしっかりついてますね。これはモニター用のリモコンですね。めちゃくちゃ大きな液晶付きです。以前乗ったエティハド航空787と同じ形状です。そしてこちら上にあるのは読書灯ですかね。小さなライトがついています。最後にこちら扉のようなものがあると思うんですが、これを強く押すと、おお、こんなところに鏡がついてますね。すごい。そして中にはヘッドホンがありまして、こんな感じで収納スペースがあって、スマホやメガネといった小物類をこの中にたくさん入れれそうで便利ですね。これはサイドテーブルにもシート調節ボタンがありましたし、なんと座席の真横にも調節ボタンがあります。なんで2つもあるんだって思ったんですが、寝そべっている時はサイドテーブル側のボタンは手が届きづらいと思いますので、これはこれであると便利です。座席の横を見るとこんな感じで隣の人の顔が見えるじゃないかと思うかもしれませんが、こんな感じで仕切りがついてまして、プライベート空間を作ることができます。ヘッドホンは丁寧にビニールで封がされていますが、こちらはサンダーというメーカーのヘッドホンを使っているようです。当然ながらノイズキャンセリング機能付きで騒音をカットできます。ボーイング787の一つの特徴であるこちらは電子カーテンですね。ボタンを押すと窓が電子的に光をカットしてくれるという仕組みになってるんですよね。すごい技術ですよね。これはエアバスの機材ではこの電子カーテンは見たことないので、ボーイングが特許を得てるんでしょうか。それではこちらの18インチの巨大モニターの中身を見ていきましょう。タッチパネル式になっておりまして、映画、テレビ、音楽、ゲームと一般的なものが揃ってますね。映画はこんな感じでかなり細かくカテゴリー分けされているようで、ニューリリースで全ての映画をちょっと見てみますね。コンテンツはこんな感じですね。でもね、3時間半だと1つぐらいしか楽しめはしないんですけどね。こちらに言語選択のボタンがありまして、日本語というところを押してみると、日本語の字幕に対応した映画がこんな感じでずらーっと出てきます。ちょっと面白いものを発見しました。こちら見てください。今日の気分はって書いてるんですけど、この
この表示されたものの中から今の自分の気分に該当するものを押してみると、その気分に合った映画コンテンツが表示されるっていう面白い仕組みにもなってます。いや、こんな表示の仕方は初めて見ましたね。ここのメニューっていうボタンを押してみると、メニュー表は紙のものもありましたが、こうやってモニターでも確認できるようになってます。エバー航空についてという欄がありますね。ちょっと気になりますね。これは787ドリームライナーの説明が書かれておりますが、まとめると、充実した設備に加えて気圧や湿度の調整に優れていて快適な空の旅を提供できるということですね。ここにはエバー航空についてという欄がありますが、エバー航空は1989年にエバーグリーングループという海運会社が設立した航空会社なんですよね。高い安全性とサービスには定評がありまして、冒頭で申し上げました通り、世界の5スターエアラインズに選ばれていますし、創業以来死亡事故をまだ一度も起こしたことがありません。最後にスターアライアンスの説明までついてました。エバー航空ロイヤルローレルクラスには Wi-Fi サービスがあるということで、一回接続してみたのですが、オンラインになりましたという表記にはなったものの、押せずにも快適とは言い難い速度の遅さでした。ロイヤルローレルクラスの和食はですね、なんと10年連続でミシュランガイドの三つ星を獲得している京料理の老舗料亭一子相伝中村というお店監修の機内食のようです。短距離路線なんで、このようなワンプレートスタイルではありますが、外資系の航空会社でここまで立派な和食が出てくるのは素晴らしいですね。まずこちらがメインディッシュの若鶏味噌風味焼きですね。お肉は弾力があって、味噌のさっぱりとした風味が口に広がってとても美味しいです。ご飯の方はこんな感じで、しめじと湯葉の炊き込みご飯になってます。メニュー表には特等地揚げ米と書いてまして、とてもいいお米を使っているみたいですね。これは先付けの焼きホタテとカニ身卵焼きです。前菜ですが、こちらはカニかまぼこ、ごま豆腐、わさびが乗ってます。他にも栗の甘露煮、燻製の鴨肉です。これだけ多くの種類の品を楽しめるというのは、やっぱり日本食は素晴らしいですね。日本初ということで味も間違いありませんし、地上でもそんなに食べる機会はない贅沢な料理をたった3時間半のフライトで味わえて幸せです。そして最後デザートは抹茶わらび餅が出てきました。ものすごく弾力があってもちもちで美味しかったですね。これもこうやって食後もおしぼりをしっかりと提供してくれます。美味しいご飯をいただいて、機内はお休みモードになってますね。照明が少し暗くなりました。ここで新しい機材のボーイング787に関して簡単に特徴を説明します。エバー航空はボーイング787に関して次の3つを特徴として述べてます。1つ目はライトと書いてますが、大きい窓で今まで見たことのないような景色が眺められるよということ。2つ目はエアーと書いてますが、客室内の気圧が地上とより近いように調節できて疲労を感じにくいと書いてますね。最後にウォーターと書いてますが、湿度もより高く調節できるみたいで、確かに肌や唇があまり乾燥していないような印象を受けました。当然エンジンの性能も昔のものに比べると向上していると思いますので、騒音等も少なく、やはり新しい機材というのは体の疲労を感じにくいのは間違いありません。座席をフルフラットにしてみました。3時間半の短距離路線には贅沢すぎる設備ですね。これはいや、ぜひ長距離路線でゆっくりとここで過ごしたいですね。一般的なフルフラットシートよりも横幅が大きい気がします。横になった時の景色はこんな感じで、隣を向いたとしても柵でしっかりと覆われているのでプライベート感がありますね。フルフラットだけではなくて、こんな感じでちょっとだけ角度をつけたリラックススタイルもあります。
機は最終の着陸態勢に入りました。お使いになりました背もたれ、テーブル、アームレスト、お手元のコントローラーを元の位置にお戻しになり、シートベルトをしっかりとお締めください。あ、すごい、窓から飛んでいる飛行機の様子が見えますね。これはなかなか珍しい。まもなく台北桃園国際空港に到着します。いかがだったでしょうか。エバー航空の最新機材 787-9 のビジネスクラス、洗練されたシートに美味しい機内食、そして快適な機内環境、間違いなく日本から出ている短距離路線ではトップレベルのビジネスクラスだと思います。ウェブページで名古屋から台北の便で検索してみると、なんとエコノミークラスに追加料金1万円台後半で乗ることができるみたいです。だいたい2万円いかないぐらいの金額でこんな贅沢なビジネスクラスを体験できる機会というのはなかなかないと思いますので、おすすめですね。この最新機材の 787-9 は日本だと成田空港、関西空港、そして中部国際空港から台北へ飛ばしているようですが、マイルで予約する場合は特典航空券の空きはビジネスクラスに限っては中部国際空港しかないようです。そのため東京、大阪からの場合は実際にお金を払って乗るしかありません。1、2万円程度でこのビジネスクラスの体験ができるんだったらそんなに高くはないと思います。Ladies and gentlemen, we have just landed at the Taiwan Taoyuan International Airport. Please remain seated with the seat fastened until the fastened seat sign has been turned off. May we remind you to take all your belongings with you. For passengers having transit flights, please pay attention to the information at the transfer counter after disembarkation. 皆様、当機は台湾桃園国際空港に着陸いたしました。シートベルトサインが消えますまでお座席にてお待ちください。降りの際はお忘れ物を忘れませんようゆっくりご支度ください。本日もチャレンジメンバーエバー航空と ANA ニュージーランド航空との共同運びをご利用いただきまして誠にありがとうございました。皆様のまたの機会のご利用を機長以下乗務一同これよりお待ち申し上げております。どうぞ空港入り先もお気をつけていってらっしゃいませ。さされまして本日のご搭乗誠にありがとうございました。皆様にご案内申し上げます。空港内がドライバー離発する時で大変混雑しておりますため、ターミナルビルやバスにてご案内させていただきます。ご不便をおかけいたしますが皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。はい、大型機だったんですがまさかの置き止めということでちょっとびっくりしましたが、まあ特に急いでるわけではありませんのでバス移動はちょっとだけ時間がかかりますが、こんな感じで目の前に大迫力の飛行機を見ることもできますので、これはこれで良しとしましょう。いやー、初めてのエバー航空ロイヤルローレルクラスのビジネスクラス良かったですね。堪能しました。そしてこれから初めての台湾旅行になります。とてもワクワクしてます。その台湾旅行の様子もまた動画として配信していきます。楽しみに待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。